くぞ。オラも。始まった。相手は、いや、言っても、ほらの瞬間。落ち着け、ごはん。ピッコロ、気を感じる。ホラが時間を稼ぐ。は、孫悟空だな。どうやって。さて、いや、聞いたところで無理。どうせお前はすぐに死ぬ。そいつはやってみなきゃわかん。はっ、邪魔をするな、孫悟空。こいつは俺が始末するんだ。甘いよ。やっこわ。うわぁ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 。はっ。はっ。はっ。とん。悟空、俺もお前と一緒に戦うぞ。サンキュー、天津飯。あぁ。えい。まだまだ。孫悟空、お前を殺すのは後回しだ。17号を吸収させるわけにはいかない。戦うつもりか、16号。計算では私とセルはほぼ五分と五分の力だ。何？うわー、太陽剣。オラの本気を見せてやる。まぬけめ。私の完全体への野望が。その体じゃ満足に戦うこともできねえだろう。なんだと？この程度の傷で俺に勝てると思って。私なら無傷だし、あんた。おい、18号。誰かさんばっかり戦って私の出番がなかったからね。いい加減体を動かさないと鈍っちまい。ちあんたもそれでいい。ああ、そういうわけだ。天津飯、悪いがす。わかった。いいのかい？カッコつけずに二人がかりでかかってきてもいいんだよ。せっかく強いやつと戦うのにもったいないじゃねえか。今のオラ一人でどれだけ戦えるか試してんだ。
意気がってんじゃないよ。引っかかったよ。ここまで押されるなんてね。ちっ、やめだ。せっかく、なんだ。私は元からあいつらほど戦う十分休めただろう。ふん、俺たち人造人間にエネルギー切れはないじゃない。さっきまであった隙がね。ホラと18号の叩き、大したやつだ孫悟空。ベジータのやつとは大違いだな。18号との戦いでもお前は冷静だった。エネルギー切れのないあいつ、面白いやつだ。無駄だ。ふりゃふりゃとんそらだ。ほっでぇしぇほらざぁ。どうした。無駄だ。そらそらはっしゃぁ。まだまだうわぁはっえいくやっふっ。弱はつけてやっぞ。やばい。隠れたか。ほらの本気。油断したつもりはなかったんだがな。戦い続けて飽きてきたし、そろそろ別の場所。
おい、どうした？うわ、どうしたんだよ、16号。俺にとってはこれが唯一の使命だ。お前、俺の目的は孫悟空、あくまでお前だ。やるしかねんか。リミッターを解除する。何、こんなもんか。もうやめろ、16号。お前自爆する。ん？まさか、あんたも爆破装置がついてるのか。これが俺の使命だ。じゃあなぜすぐしないんだ。その威力ならこの。やめようぜ、今の。それにおめえ、割り？おめえから出てる殺気は本物だけんだよ。だったらセルとたた、それでも仲間を守るんを優先。確かにこの島の近くにも動物たちが住んでいる。これ以上戦って、孫悟空、お前たちはいいやつだった。人間も動物もいたずらに命を奪う、一緒に旅ができてたの。これからもできるだろ。さっさと新しい服でも買いに行くよ。こんな汚い。どうやら決着はついたみたいだな。あ、悟空、セルは、人造人間は、セルを倒し、人造人間が立ち去ったことで、ひとまず地球に彼らはまた悟空の前に現れるかもしれない。これからも悟空は強さを求めて突き進んでいくのだろう。